東部は湾岸アラブ諸国で着用される民族衣装の総称。地域によってはカンドーラやディスダーシャと呼ばれる。世界的に見ても民族衣装は地産地消が一般的であるが、東部については日本を筆頭に韓国、インドネシア、中国、パキスタンといった諸外国からの輸入記事でまかなわれている。中東諸国で消費される 東部用高級生地のトップシェアを持つ東洋棒では繊維業は生産に水が不可欠であるため水不足が深刻な中東諸国では物理的に難しいとコメントしているイスラーム教徒女性が着用するアバヤも同様に輸入に頼っている伝統的にはコットン製であったが近年ではレイヨン、ポリエステル、それら混合などが人気となっている 中東諸国で消費されている東部用生地は日本製が約40%から45%を占める。中でも高級品に使われる生地のほぼ100%が日本製となっている。東部高級品のシェアの70%を占めているのは東洋房。シェアは以下、四季棒、市村産業が続く。販用品として韓国産東部やインドネシア産生地も日本製の 半値ほどで販売されているが、現地では、洗濯を繰り返しても白さがくすまない、日本製の人気が高い。四季某の四季某、はじめ、某ブランドは高級生地の代名詞であり、ステータスとなっている。それに伴い、豊某ではなく、とぼよ、四季某ならぬ、石季某といった、コピー商品のようなものも出回っているが、品質は悪い。 2017年時点の日本からの東部用記事の輸出量は2015年をピークとしており、原油価格の安値安定など、中東諸国の景気低迷に伴い、2017年度は前年度比で減少傾向にある。ありがとうございます。